対人のところそこのバトルっていうのが一番重要になるっていうふうに生島監督も考えてらっしゃるんじゃないでしょうかね。インナーラップで上がっている、また仕掛ける、ここからグラウンダーのボールシュート、あー来たー、バチロー、三原を経由して北詰め、北詰め左足で浮かしていく、うん、三原のヘッドの落としシュート、あー瀬川ブロックです、またあるし瀬川、またこれ、おお PK、 ハンド取りましたかのようですね、はい、ドラール決めました、同点に追いついた柏レイソル、バチローから低いこのロングスロー、スローが抜けていったシュート、こぼれたところ押し込んだ、バリクが最後押し込みました、同点に追いつかれた後再び1点リード、そして皆がタリクのところに駆け寄ります。これは笠原出身オンフィールドデレビューでしっかりとチェックをして VAR の結果、はいね、これはハンドというジャッジ、ノーゴールです。石原色勝からのボール、オーブリントのヘッド、来た、高かった、大きな得点入りました、ショーラン・ベルマーレ、貴重な貴重なこの2点目が湘南に入りました。まあこれボールもいいボール入りましたけれども、この距離から2枚準備という状況になっています。クリスティアーノと、ポセアが準備中です。入れ替わって、マチロのシュート、きたー、今日自身2得点、これまで引き分けが多いのは自分の決定不足という話をしていたマチロですが、今日は見事に2得点、これもハンドです、はい、三原から左足でのこのボール、セカンドボールですね、ヘッドで落としてセカンドボール、ああ神谷入った、押し込んだ、ここヘディングでうまく後ろにハウルですね、はい、流し込んで中へ、やっぱり入れてもいいですね、佐々木からのハイボール、ペドロ・ハウル、そしてクリスティアーノ、中来た、あしかしここノーファールでボール、あしかしすぐに寄せていった北爪、そして中に持っていってシュート、あーさらに追加点、ペドロ・ハウル、湘南は今季初の連勝を狙ってというゲーム、92分まで2対1リードでしたけれども、93分大南、99分クリスティアーノ。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。